ザルカ川、ヤボク川渓谷。ザルカ川は、ヨルダン西部を流れる川でヨルダン川の支流。険しく深い渓谷をなし、ヤルムーク川、アルノン川などと並ぶヨルダン川東岸の大きな支流の一つ。ザルカ川とは、青い川の意味であるが、ダマスカスとメッカを結ぶ、道の途中にあるザルカの鳥の近くを通るから、灯される。旧約聖書にも登場するヤボク川は、 現在のザルカ川に同定されている。ザルカ川の源流は、ヨルダンの首都アンマン付近にあり、北へ流れた後、西へ向きを変える。ヨルダン川東岸の険しい山地の東部に、発その中を東西に貫くザルカ川は、途中キングタラールダムで人工湖を形成した後、ステップ地帯の中の険しい渓谷を抜け、ヨルダン川沿いの盆地に出て、デネサレと都市会の間でヨルダン川に合流する。 長さ1 0 0トル余りのザルカ川は、ヨルダンの重要な水源だが、水量の減少や汚染などの問題を抱える。旧約聖書に登場するヤコブは、双子の2いエサウから逃れて、オジラ湾の住むメソポタミア北部の波乱へ逃れて、財を成し、20年後、一族を連れて、波乱を出て、カナンに戻る途中、ヤボク川の浅瀬を渡ろうとした。 ヤボク川は西へ下ると、スコットの谷へと続き、スコットでヨルダン川を渡って、シェケムの町へは、簡単にたどり着くことができるため、ヤコブもこの道を選んでいた。旧約聖書に何度か登場するザレタンやアダムの町も、ヤボク川の谷の出口に位置している。この川を渡ろうとしたヤコブは、エサウが軍勢を連れて近づいていると聞き不安になった。夜中、先に一族にボク川を渡らせ、 最後に渡ろうとしたヤコブは、不思議な人物に組みつかれ、一晩中格闘した。夜明け前、どうしても食い下がるヤコブに対し、相手は、自分は天使であると告げて、ヤコブに、神と戦ったものを意味するイスラエルを名乗るよう、祝福して去った。夜が明けてヤコブが野木川を渡ってすぐエサウ一行が、現れ、不安を抱えるヤコブに、エサウはもう憎んでいないと言い放揚した。 ヤボク側は、イスラエル十二種族のうちのルベン及びガドの領土と、アモン人の領土との間の境界であった。またアムル人の王資本の領土は、アルノン側からヤボク側まで広がっているとも書かれている。詩式十一章十三節及び二十二節では、アモンの王がヤボク側の返還を要求している。エウセビオスは、ヤボク側を、ゲラサとフィラデルフィアの間であると書いている。この記事には、 パブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、イシドレ、エトール、エズ、ザジューイッシュエンサイクロペディア、ニューヨーク、ファンクワグノルズ、タイトルイコールは必須です。北緯32度11分30秒統計35度48分06秒。 北緯32.19167度,度、統計35.80167度、32.19167 35.、35.80167。ありがとうございます。